私がこの世で一番好きな場所は台所だと思う。どこのでも、どんなのでも。それが台所であれば、食事を作る場所であれば、私は辛くない。できれば機能的でよく使い込んであるといいと思う。乾いた清潔な布巾が何枚もあって、白いタイルがピカピカ輝く。ものすごく汚い台所だってたまらなく好きだ。床に野菜くずが散らかっていて、スリッパの裏が真っ黒になるくらい汚い、そこは異様に広いといい。一冬軽く越せるような食料が並ぶ巨大な冷蔵庫がそびえ立ち、その銀の扉に私はもたれかかる。油が飛び散ったガス台や、錆のついた包丁からふと目を上げると、窓の外には寂しく星が光る。私と台所が残る。自分しかいないと思っているよりは、ほんの少しマシな思想だと思う。本当に疲れ果てたとき、私はよくうっとりと思う。いつか死ぬ時が来たら、台所で息絶えたい。一人寒いところでも、誰かがいて暖かいところでも、私は怯えずにちゃんと見つめたい。台所なら、いいなと思う。田辺家に拾われる前は、毎日台所で眠っていた。どこにいてもなんだか寝苦しいので、部屋からどんどん楽な方へと流れていったら、冷蔵庫の脇が一番よく眠れることに、ある夜明け気づいた。私、桜井美影の両親は、そろって若死にしている。そこで祖父母が私を育ててくれた。中学校へ上がる頃、祖父が死んだ。そして祖母と二人でずっとやってきたのだ。先日、なんと祖母が死んでしまった。びっくりした。家族という、確かにあったものが年月の中で一人一人減っていって、自分が一人ここにいるのだと、ふと思い出すと目の前にあるものがすべて嘘に見えてくる。生まれ育った部屋で、こんなにちゃんと時間が過ぎて、私だけがいるなんて、驚きだ。まるで SF だ。宇宙の闇だ。葬式が済んでから3日は、ぼーっとしていた。涙があんまり出ない飽和した悲しみに伴う、柔らかな眠気をそっと引きずっていって、しんと光る台所に布団を敷いた。ライナスのように毛布にくるまって眠る。冷蔵庫のブーンという音が、私を孤独な思考から守った。そこでは、結構安らかに長い夜が行き、朝が来てくれた。ただ星の下で眠りたかった。朝の光で目覚めたかった。それ以外のことは、すべてただ淡々と過ぎていった。しかし、そうしてばかりもいられなかった。現実はすごい。祖母がいくらお金をきちんと残してくれたとはいえ、一人で住むにはその部屋は広すぎて、高すぎて、私は部屋を探さねばならなかった。仕方なく、アパ、情報を買ってきてめくってみたが、こんなに並ぶたくさんの同じようなお部屋たちを見ていたら、クラクラしてしまった。引っ越しは手間だ。パワーだ。私は元気がないし、日夜台所で寝ていたら体の節々が痛くて、このどうでもよく思える頭をシャンとさせて、家を見に行くなんて、荷物を運ぶなんて、電話を引くなんて、